はい、こんにちは、ジアイドです。今日はですね、ハイエース乗ってる方なら あるある悩みで、ちょっと解決策じゃないですけども、こういうパーツをつけるといいですよっていうので紹介させていただきたいと思います。何かわかる？一わかるわけないよね。自己解決、はい、OK よくあるのが、まあセカンドシートに誰か乗られるときに、ここの部分に足を置かれる方と、はい、こういう部分の汚れが気になる方、はい、多いと思うんですよ、はい、よくそういう声を聞くんですけども、そうですよね、うん、でこういうところの汚れとか、うん、あとは前で言うとこういうところだよね、足が当たる部分とか、はい、こういうところに砂がついちゃうとか、うん、あと汚れちゃうっていうのを嫌がる方は多いと思うんですよ。そうですね、しかも布なのでより取りづらくなっちゃう、ね、うん、そう、なかなかね中入っちゃうと取れないんで、はい、まあそういったところをちょっと解決ではないんですけども、うん、あるパーツをつけることによってまだマシになるかなっていうのはありますので、はい、ちょっとその紹介を今日はしていきます。はい、はい、はい、じゃあその商品とは何でしょうか。その商品はこちらです。これです。エンジンルームカバーとリアデッキカバーという商品になります。はい、こちらが、まあ、レザー調なので、これを先ほどのところに、取り付けてもらうことによって、汚れがついたとしても拭き取ることができる商品にはなっています。はい、はい、早速ですがちょっと取り付けていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。はい、はい、ではそれではですね、まずフロント部分、エンジンルームカバーからちょっとつけていきたいと思います。で、エンジンルームカバーつけるときに、ここの部分、なんて言うんだろう、この縁の部分をセンターコンソールの下に入れる必要があるんですよ。はい、なので綺麗に取り付けをしていきたいので、センターコンソールをまず一旦取り外しを行います。はい、で使う工具がこちらになります。はい、10ミリの、ソケットになりますので、はい、まあ、これさえあれば簡単に取り外しができます。はい、で、ネジがですね、4箇所あるんですけど、まず2箇所。このボックスの中、開けてもらうとここに見えるかな、はい、この部分にあるので、まずこいつを、ちょっと左右。で、次2箇所が、こちらのドリンクホルダーのところに、はい、2箇所あります。あります。こんな感じで簡単に外れます。はい、はい、それではちょっと取り付けをしていきますね。はい、何につけるかというと、これ剥がしてもらうとマジックテープついてるんで、はい、まずちょっと貼り合わせをしていただいて、はい、で、まあ、運転席、助手席ともにこれがある、ピロピロがあるんですけど、はい、ピロピロはの下につける感じですね。この、なんて説明したらいいんだろうね。まあ、センターをまず合わせてもらって、はい、センターを合わせてもらって、で、この裏に、両面テープじゃなくてマジックテープのあれがあるんで、これを剥がしながら、純正のマットに合わせて、こうやってつけていく感じかな。ちょっと運転席も施工をテープとなると、全部一気に流すといろんなものついて大変なことになっちゃうから、はいはいはい、ちょっと順番にね貼っていければなっていう感じで思います。こんな感じです。つけると早い。はい、で今取り付けが終わった感じがこんな感じですね。はい、どう？一、まあ今まだセンターコンソールがないとはいえ、全然シワも少なくて、そう、しっかり取り付けができる感じになります。はい、でこれがまあエンジンのムカバー、フロント部分ですね。はい、はい、じゃあ続いてはセカンド、リアデッキカバーを取り付けていきたいと思います。はい、はい、続いては、リアのデッキカバーをつけていきたいと思います。はい、まあ、リアのデッキカバーはさっきと一緒と同じで、後ろにマジックテープついてますので、はい、ちょっとまず、ね、センターを出さないといけないので、ただ取り付けをするのに真剣になりすぎるってね、
嘘ですね。口が。うん、口が。そう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 、口がね。よくね、口、俺の口はマグロだって言われるんですよね。っていうくだらない話をしてる間に、はい、来ました。はい。こんな感じです。やっぱあるとないとでは雰囲気も違います、ね。もう雰囲気は全然違いますね、うん。高級感がちょっと出るという形になります。はい。こんな感じですね。そうですね。まあ特徴は前も前と一緒なんですけど、真ん中にあのダイヤ柄の、うん、で、ね、色がブラックとグレーで今分かれてはいるんですけども。はい、なんで前と後ろとで統一感がありますね。そうですね。こんな感じになります。はい。はい。じゃあちょっとセンターコンソールをつけてみてもらってもそうですね、はい。はい、こんな感じで取り付けが終わりました。こんな感じですか。こんな感じですね。いい感じですね。いい感じに、ちゃんとセンターコンソールの下に入って、はい、うん、後ろも、はい、こんな感じですごく綺麗な形にはなりました、ね。手軽にカスタムができる商品となっています。まあこれお客さん自身でも簡単に取り付けられますね。そうですね。工具があれば簡単にできます。はい、のでぜひちょっと皆さん自分でやってみるのもありだと思います。はい、じゃあこちらの商品もですね、概要欄にまた商品へのリンクを貼っておきますので、そこから飛んでもらえれば、ご購入が簡単にできる形となっていますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またですね、チャンネル登録、グッドボタンを、はい、押してもらえればと思います、はい。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。